ベッキーとの不倫騒動による離婚後、当時、未成年だったタレントほのか、リンと一緒に飲酒した年、12月3日の公演を最後に活動を休止することを発表したロックバンド、ゲスの極み乙女、のボーカル河谷絵門が9日、放送の大阪 MBS ラジオ、あっぱれやってます、にゲスト出演した。番組には T.M. レボリューションこと西川貴則がレギュラー出演。西川が今年9月に主催した音楽祭、稲妻ロックフェス2016に、ゲス乙女が初登場。お笑いコンビ、TKO の木下隆之がゲス乙女にインタビューをした録音音源がオンエアされた。ドラム、ホナイコカがベース休日、課長の食べ過ぎを注意すると、休日課長はメンバーに自分の健康管理をお願いしたい。お弁当作ってください。この際だから。木下が、エノンさん、メンバーに何かありますかと水を向けると、河谷は、そうですね、まあ、自分にもっと、しっかりしろって言いたいですかね。自分に言いたい、はい、この際だからね。この際だから、電波に乗せていただいて、危機管理能力をね、しっかり持てよと、と騒動を意識したコメント。自戒しつつも、笑いながら話した。木下も、いや、ありがたいわ。ええ顔してますねー。今、綺麗な顔で言うてくれましたね。ありがとうございます。と、美味しいコメント、を喜んだ。